主要カテゴリー政治イギリスの政治イギリスの外交イギリスの国際関係イギリスと世界の国々との外交関係イギリスイギリスと国交のある国イギリスと国交のない国イギリスの国際関係ではイギリスと主要な国家国際機関との関係について述べるイギリスの国際関係はイギリスの外務英連邦省の取る外交政策により構築調整 維持される。イギリスはかつて19世紀から20世紀初頭にかけて世界随一の大国であった。歴史を通じて大英帝国を介して他の国々に大きな影響を与えており、1950年代までは超大国とみなされていた。しかし、二度の世界大戦にかかる代償及び脱植民地化の過程を経てイギリスの影響力は衰退した。 それにもかかわらず、イギリスは依然大国として、国連安全保障理事会の常任理事国、及び G7、G8、G20、NATO、OECD、WTO、欧州連合理事会、OSCE の創設以来の加盟国であるとともに、大英帝国の名残である、イギリス連邦の名手でもある。欧州大陸を制圧する国が存在しなかったため、6 0 0年以来、 イギリスの外交関係は各国の勢力の均衡を維持することに重点が置かれた。百年戦争からナポレオンが敗北するまでの間、第一の敵国は強力な軍事力を持つフランスだった。アメリカの愛国者たちの勝利に終わったアメリカ独立、戦争を除いては、イギリスは総じて多くの戦いで勝利を収めた。外交戦略の尽力により、 プロイセンのような大陸側の同盟国軍を援護した。イギリスの国防は海軍に大きく依存しており、世界中に基地を保有して最強の艦隊を海上に配備するよう努めていた。イギリスはかなりの広範囲に及ぶ世界規模の大英帝国を建国し、1920年代から1940年代にかけて勢力範囲や、 富裕さの点で絶頂期を迎えた後は衰退し始め、1970年代には、ほぼ跡形もなくなった。1900年以後、イギリスは、従来の栄光ある孤立の姿勢に終止符を打ち、アメリカと友好的な関係を築くようになり、日本との間には、軍事同盟を締結した。さらに、フランス及び、ロシアとの間で相互に三国協定を形成して、 反ドイツの協調関係を築き、第一次世界大戦に参戦した。1940年以降、イギリスはアメリカと軍事的な関係を深め、さらには、旧来の敵対国であるフランスやドイツと共に、軍事同盟である NATO へ加盟する。長年にわたる議論の結果、イギリスは1973年に欧州経済共同体へ加盟した。後にこれは、 欧州連合へと発展した。その一方で、金融上は EU と統合せず、自国の通貨であるポンドを保持し続け、ユーロからは距離を置いている。このため、2011年の欧州債務危機からは、ある程度隔離されている。2020年1月31日、EU から離脱した。カナダ、オーストラリア、ツバルの君主は、エリザベス2世である。カナダとは、北。 大西洋条約機構で協力してきた。ホワイトハウスの南定で会話するアメリカのバラク・オバマ、大統領とイギリスのデイビッド・キャメロン首相。アメリカ合衆国、イギリスはアメリカと親密な軍事同盟国でもある。軍事研究や情報機関のみならず、文化的にも両国は類似性を共有する。イギリスはアメリカから巡航ミサイルトマホークや、 各ミサイルトライデントのような軍事技術を購入している。一方のアメリカもイギリスから軍事装備を購入しているほか、大規模な軍事部隊をイギリス内の基地に常駐させている。1990年代後半から2000年代にかけてのトニー・ブレア首相とビル・クリントン大統領及び公認のジョージ・ダブブッシュ大統領や1980年代の マーガレット・サッチャー首相とロナルド・レーガン大統領の例のように近年はイギリスの首相とアメリカ合衆国大統領は親密な友人であることがしばしばである。現在のイギリスの外交姿勢においてアメリカとの関係はイギリスの最も重要な二国間関係を象徴するものだとしている。ウクライナのクリミア半島問題で ロシアの影響力の増大を許してしまうことになった。また、中東問題ではアメリカ合衆国に賛同したが、ロシア、フランス、ドイツとは足並みが揃わなかった。そして EU の移民問題、イギリスの負担が他の国と比べて大きいことなどから世論により EU を離脱することになった。フランスとの間には鉄道が通っている。 新型コロナウイルスの感染拡大により、フランスとの往来が制限された。フランスフランスが、ブルボン朝の時代から対立しており、フランス革命ではピットが非難した。そして、ナポレオンの登場によりワーテルローの戦いが勃発した。フランスはカトリックでありながら、ハプスブルク家に対抗すべく、プロテスタント側について宗教戦争を行ったこともある。第二次世界大戦では、 ドゴール率いる自由フランス政府がロンドンに亡命し、フランス国民にレジスタンスを呼びかけた。しかし、フランスでは、繁栄感情も強くあり、ドイツに味方して、イギリスに味方する勢力もあった。しかし、連合国側の働きかけにより、フランスはダルランの軍のイギリス軍攻撃は、なされなかった。オマーンなど、インド洋に面したアラビア半島南部の国の、急創四国は、 イギリスである。また、エジプトも第二次世界大戦まではイギリス軍の支配下にあり、イタリアやドイツの攻撃を受けた。メキシコメキシコ、イギリスは欧州で最初にメキシコの独立を承認した国である。二国間の関係は、フランスとメキシコの間に起こった歌詞戦争において、イギリスがメキシコを支援したことに始まる。また、太平洋戦争において、メキシコが イギリス側の連合国軍に参入して日本と戦ったことで、この関係はより強固なものとなった。現在、メキシコはロンドンに大使館を設置しており、一方のイギリスもメキシコシティに大使館、モンテレーに領事館を置いている。2014年に発表された新メキシコシティ国際空港建設計画では、著名なイギリス人建築家、 ノーマン・フォスターとメキシコ人建築家のフェルナンド・ロメロの双方が建築デザインを担当している。アルゼンチン・アルゼンチン、フォークランド紛争を前にイギリスとアルゼンチンの国交は断絶した。両国が正式に外交関係を回復したのはマーガレット・サッチャーが首相を退任するに至った1990年のことである。しかし、両国は引き続き、フォークランド諸島について、 互いに自国の領有権を主張している。チリチリ、イギリスはチリの歴史において重要な位置を占めた。イギリスのトマス・コクラン提督はチリ海軍の初代司令官を務めチリの独立戦争を戦った。また、イギリスはかつてチリ及び南米全域において投資と外交の面で大きな影響力を持っていたが、後に 大英帝国の崩壊とともに急速に弱まった。イギリス人の入植者及び投資者の重要性は、古今防止の紋章に英国記が描かれていることからも伺える。チリは、フォークランド紛争中、イギリスに少なからぬ支援をした。これは、自国がビーグル水道を挟んで、アルゼンチンと国境を接しており、アルゼンチンとの間に戦争が発生する潜在的なリスクがあったためである。 アンティル諸島この島々の一部もイギリスの領土だった。インド、パキスタンやマレー、ボルネオ島北部を占領していた。シーパーヒーの乱ラ事実上、ムガル帝国が崩壊しイギリス領インド帝国ができ、反応諸国を従えた。アフガニスタンにも侵攻、シッキム王国をも影響下に置いた。イギリス人のラッフルズがインドネシアでボルブドゥール寺院を発見した。 アンボイナ事件でオランダ人にインドネシアから追い出された。第二次世界大戦でマレー半島で日本軍に侵攻され占領されたがインパール作戦で勝利した。日本日本両国が最初に接触したのは1600年のことでイギリス人工会士のウィリアム・アダムスが文語国薄気の海岸に漂着した。その後、エドが鎖国政策を取った時代は交流がなかったが、 1854年に日英役場が締結され、正式に外交関係が成立した。明治時代にはイギリス面子企業のコーツが日本に進出するなど経済的関係も深い。ロシアの南下政策に対抗すべく日本と日英同盟を締結した。これは日本の本格的な中国進出、第二次世界大戦の勃発による関係の冷え込みまで続いた。 日露戦争において、ロシアの当時最強と言われたバルチック艦隊が敗れたのは、スエズ運河がイギリスによって通れないことから遠回りに、日本海に到着したロシア軍の疲労というのも一因だ。第二次世界大戦では、日本とイギリスは敵対関係にあったにもかかわらず、同じ立憲君主制の民主主義国家として、今日まで非常に強固な関係を保っている。中国中国。 東西冷戦時代には対立していたが、それ以前の第二次世界大戦では、両国は同盟関係にあった。さらに、国連においては共に安全保障理事会の常任理事国である。だが、アヘン戦争、第二次アヘン戦争及び冷戦で対立していたことや、香港の地位や、その他の問題を原因として、中英関係は歴史的に複雑な様相を呈する一面もある。しかし、 その他の場面では関係は良好である。イギリスは以下の国際機関に加盟している。ありがとうございます。